宇宙誕生から200億年、その果てしない歩みの中で、宇宙は地球という惑星を生み、生命を育みました。長い進化の歴史を経て現れた人間は、今自らを作り出した銀河宇宙に問いかけます。私たちはどこから来てどこへ行くのか。直径13,000km、50億の人類が住む地球は、太陽の周りを回る9個の惑星の一つに過ぎません。太陽もまた銀河系の中心を回る2000億個の星々の一つに過ぎません。そして銀河系すら広大な宇宙に散らばる無数の銀河の一つに過ぎません。小さな惑星の上に生まれた生命が発する宇宙への大いなる問い、私たちはどこから来てどこへ行くのか。アメリカ西海岸にあるカリフォルニア大学、銀河宇宙オデッセイの物語は、一人の男が温めてきた夢から生まれました。誰もが心の奥に持っている永遠の夢。 This planet somehow brought forth a being with two arms. この惑星は2本の手、2本の足、そして好奇心という素晴らしい特徴を備えた存在を生み出しました。人間です。この人間の好奇心を最も刺激するもの、それが宇宙です。私がカリフォルニア大学で天体物理学を教え、宇宙を舞台に SF 小説を書いているのも宇宙への好奇心のためです。私は宇宙を理解するには科学と想像力の両方が必要だと思います。その手立てとして人間は宇宙を見つめ、今や宇宙へ行こうとまでしています。私も少年の頃から天の川を見上げてはそこに行きたいと強く憧れたもんです。今こそギリシャの叙事詩ホーマーのオデッセイのように、銀河宇宙を行く旅に出ようではありませんか。銀河宇宙オデッセイ、そこには大いなる宇宙の謎と神秘が待ち受けています。どのように星々は生まれたのか、どこかに知的生命はいるのか、宇宙の美と調和は何を意味するのか。永遠の謎に挑む旅、宇宙の真実を見るための旅、銀河宇宙オデッセイの世界にどうぞ。果てしない宇宙へ、宇宙船ヘリオスが旅立ちます。最新の宇宙科学をもとに、私の想像力が作り上げた宇宙船です。ヘリオスは私たちが宇宙に対して抱く見たいという欲求と
行きたいという衝動を私たちに代わって叶えてくれる理想の宇宙船です。宇宙船に乗り組むのは女性艦長、天文学者、生物学者など6人の男女です。国籍も専門分野も異なるメンバーを選びました。直径200メートル、高熱や放射線を避けるため未来の宇宙船は表面積の少ない球形が理想だと言われます。完璧な磁気シールドによって守られたヘリオスは激しく活動する天体のただ中に迫ることができます。地球を出発したヘリオスは広大な銀河宇宙に起こる神秘と脅威に満ちた現象に次々と出会います。旅立ちに際し太陽の凄まじいまでの素顔に接近するヘリオスです。ギリシャ神話の太陽神にちなんで名付けられたヘリオスにふさわしい最初の目標です。摂氏2万度、長さ3万キロにも及ぶ巨大な爆発するプロミネンスを乗組員は間近に目撃します。Continue on course. Compensate. I don't want Helios spinning around. ヘリオスの旅は現代の天文学が明らかにした最先端の知識に基づいています。銀河宇宙オデッセイはヘリオスが遭遇するこうした宇宙の現象を軸に展開します。宇宙船ヘリオスの旅する宇宙は地上からどう見えるのか。ヘリオスが出会う宇宙の謎は科学によってどこまで、そしてどのように明らかにされているのか。私たちはヘリオスの生みの親ベンフォード博士とともに地球上で最も素晴らしい条件を持つ宇宙の観測現場を訪ねました。南米チリの首都サンティアゴから北へおよそ500キロ、目指すのはアンデス山中にあるラスカンパナス天文台です。そこにはヘリオスが体験する宇宙の神秘に挑んでいる地球の科学者たちがいます。アンデスの急勾配の坂道を登ります。標高は2000メートルを超えました。この辺りはハンドル操作を誤って谷底に転落した天文学者もいたという難所です。荒涼たる砂漠を抜けアンデス山脈にあるラスカンパナス天文台にやってきました。どこまでも遮るもののない乾燥しきった風景に圧倒されました。どこか他の惑星にいるようです。さて天文台というのは人間の精神と遥かな宇宙とが一体となるところです。私は
皆さんにここラスカンパナスで活躍する天文学者の世界をご紹介しようと思います。天文学者たちはこの特別な地で心を躍らせながら新しい発見を求め、そしてさらに深い謎と出会っているのです。南米チリアンデス山脈には20基を超える望遠鏡が点在し、南半球最大の宇宙観測基地となっています。その一つラスカンパナス天文台はアメリカの科学研究機関カーネギー研究所によって建設されました。高さおよそ15メートル、最も大きいドームの中にラスカンパナス天文台を代表する大型望遠鏡が据えられています。口径2メートル54センチ、100インチの反射鏡を持つ世界有数の大望遠鏡です。観測を前にした反射鏡の入念な調整です。See, now we must move it. We must move this ring from here to here. So we must move about 5 millimeters.遠い宇宙から届くかすかな光を捉えるためには、大きな口径の望遠鏡が必要です。しかも100トン近い重さになる大望遠鏡を高い精度で操作できなければなりません。大きな口径と高い精度、この2つを兼ね備えた100インチ望遠鏡は、新しい銀河や惑星を持つ星の発見など現代天文学の最先端を切り開いてきました。ラスカンパナス天文台には世界中の天文学者から年間100件以上の観測の申し込みが寄せられます。数多くの提案の中から選ばれたものだけが天文台に入り観測を行うことができます。観測の科学的意味、緊急性など天文台の厳しい審査を通った人たちです。1回の観測日数は平均1週間、天文台に寝泊まりしながら観測を続けます。宇宙の彼方にある謎の天体クエーサーを1週間追い続けた天文学者が山を下ります。毎晩望遠鏡を動かしてくれたエンジニアが彼女を見送ります。車の中には1週間分の観測データを記録した貴重な磁気テープが入っています。世界中の天文学者にとってラスカンパナスは憧れの天文台です。クレナズムアンデスの上に現れた一番星、宵の明星、金星です。地球のすぐ内側を回る最も近い惑星です。この日は山の端に彗星も現れました。
太陽に一番近い軌道を回る彗星は太陽の強烈な光に妨げられなかなか肉眼で見ることはできません。空気の澄んだラスカンパナスならではの光景です。NHK は今回特別に2週間にわたって大型望遠鏡を使用する許可を得ることができました。口径 2.5 メートルもの大望遠鏡にカラーのテレビカメラを取り付けるのは世界でも初めての試みです。ラスカンパナスの世界一の夜空を捉えるために NHK は従来の100倍の感度を持つ高画質のカメラを開発しました。今までにない宇宙の鮮明な映像を得ることができます。私は星々がその美しい輝きを増すのを待ちました。天文台のクンケル大長が望遠鏡の操作を自ら買って出てくれました。最初に100インチ望遠鏡が捉えた天体は16万光年彼方の毒蜘蛛の形をした星雲でした。タランチュラ星雲です。初めて見る鮮明な映像に私は目を奪われてしまいました。100インチ望遠鏡と高感度高画質カメラという2つのテクノロジーの協力によって遥か彼方の星雲が直接ブラウン管にその色鮮やかな世界を表しました。これまでの天体撮影は長い時間をかけて露出を行い甲板やフィルムを感光させるのがほとんど唯一の方法でした。この高感度カメラによって星々の瞬きや星雲の揺らめきなど宇宙の深い息遣いが初めて伝わってきました。東京でよく晴れた夜に肉眼で見える星の数はおよそ120個。しかしここラスカンパナスで見ることのできる星の数はおよそ8000個。地球で最も美しい星空ラスカンパナスの大星夜です。地球が属する太陽系の星々にまず望遠鏡を向けました。38万キロ彼方に浮かぶ地球の衛星月です。アポロ11号が着陸した静かの海、あの興奮から21年が経ちました。宵の明星金星、太陽の光によって三日月型に輝いています。濃い大気に包まれて地表は摂氏470度にも達する灼熱の惑星です。
太陽系最大の惑星木星、地球の1300倍の大きさです。衛星が表面に影を落とします。木星はアンモニアやメタンなどが渦巻く巨大なガス惑星です。木星のさらに外側にある惑星土星です。太陽系を代表する神秘的な光景、土星の輪。幅67,000キロ、厚さはわずか150メートル。大部分は氷の粒からできています。ラスカンパナスの夜空を流れる大河、天の川。英語ではミルキーウェイ、中国では銀河と呼ばれます。肉眼で見るとぼんやりとした雲のように見えます。初めて望遠鏡を夜空に向けたガリレオは、天の川が細かい星の集まりであることを知りました。17世紀の初めのことです。望遠鏡で見た天の川、色とりどりの星が現れます。青白い星は温度の高い若い星、赤い星は温度の低い年老いた星です。私たちの太陽もこの天の川に浮かぶ2000億の星々の一つです。天の川は銀河系と呼ばれる星々の渦を真横に見た姿です。天の川の中でひときわ星々が密集し、川幅が広くなっているところ、この方向に銀河系の中心があります。神秘に満ちた星々が数多く存在するところです。地球は南半球を銀河系中心に向けて自転しています。このため銀河系中心は南半球から最もよく見ることができます。ラスカンパナスの夜空には、現代の天文学にとって極めて重要な天体が天の川に沿って広がっています。ラスカンパナス天文台の大望遠鏡が天の川に浮かぶ星々の変化に富んだ世界を捉えました。星はスバルと枕草子に歌われたプレアデス星団。その美しさから7人の王女が天に昇った姿に例えられます。しかしこの青白い星々は実際には太陽の数倍の質量を持ち、数百倍の明るさで輝く凄まじい天体です。
肉眼では一つの点にしか見えない星影が望遠鏡の倍率を上げていくと華やかな星団に変わっていきます。プレセペ、その淡い姿から中国では天に昇った霊魂が宿るところと信じられてきました。このように群れを成している星々も秒速数十キロもの速度で互いに遠ざかっています。やがては離れ離れになってしまうのです。南半球の夜空を代表する南十字星、南十字の傍らにも小さな星々が息を潜めていました。30個ほどの星からなる星団です。色とりどりの宝石をまき散らしたような美しさが観測者を魅了してきました。宝石箱と呼ばれる星団です。マリモのように星々が球状に集まっている星団を捉えました。オメガ星団です。200万もの星々が密集しています。このような星の群れがどうして生まれたのか今も謎とされています。人々を引きつけてやまない謎と神秘の物語が小さな星の一つ一つに秘められています。夜が明けるとアンデスの峰々は壮大な雲海に包まれていました。しかし標高2282メートルラスカンパナス天文台は雲の上にあります。晴天率は 90% 以上、天文台の上空に雲を見ることはほとんどありません。世界で最も恵まれた天体観測の条件がラスカンパナス天文台での数多くの発見を支えてきました。私たちは一人の若い天文学者に出会いました。カナダのトロント大学から来ているイアン・シェルトンさん、32回目の誕生日を天文台で迎えました。1987年ラスカンパナス天文台での彼の発見が世界の天文学会に大きな衝撃を与えました。それはおよそ400年ぶりという星の大爆発、超新星の発見でした。シェルトンさんが何気なく撮影した一枚の写真に爆発直後の超新星が写っていたのです。下が超新星爆発の前、上が爆発の直後。
このひときわ明るい星がシェルトンさんが世界で初めて捉えた超新星です。それは1987年2月のことでした。この超新星は南半球でしか見ることができませんでしたが、人類にとって実に383年ぶりの出来事でした。私自身そのニュースを聞いた時のことを今でも覚えています。興奮してしまい、すぐに友人に電話をかけたり、コンピューターを叩いて世界中の情報を集めようとしました。もしも宇宙船ヘリオスが超新星爆発の真っ只中を飛行できるとしたら、それはヘリオスに乗り組む科学者にとって最もエキサイティングな観測の機会になるはずです。宇宙船ヘリオスは超新星爆発をどう体験するのでしょうか。Very well, ship's astronomer. Joe, we'll pass between them at maximum speed. ヘリオスは今、爆発寸前の赤い巨大な星に接近しつつあります。I register expansion at 55 kilometers per second. Captain. 太陽の8倍以上の質量を持つ星は大きく膨張した末に大爆発を起こします。乗組員が目撃する星の死の瞬間です。超新星の発見から3年、シェルトンさんは爆発した星のその後をラスカンパナス天文台で追い続けていました。星は死ぬとどうなるのか、それがシェルトンさんの研究テーマです。観測に使うのは超新星を発見した愛用のドームです。ラスカンパナス天文台で一番古く一番小さな望遠鏡が据えられています。口径25センチの写真撮影用望遠鏡、今世紀の初めにアメリカで作られ、その後ラスカンパナスに移されたものです。操作はすべて手動。シェルトンさん以外にこの望遠鏡を使う天文学者はほとんどいません。観測中はドームに備え付けられた赤い色のランプ以外照明をつけることはできません。この映像は超高感度カメラを使って撮影したものです。狙う天体が極めて暗いために、一枚の写真を撮るのにも長い時間を露出にかけなければなりません。露出時間はおよそ3時間。地球の自転によって星がゆっくりと動いていくため、シャッターを開けた後は望遠鏡でひたすら目標を追い続けなければなりません。接眼レンズを通して人と宇宙との長い対話が続きます。
3年たち、明るさを1万分の1にまで落とした超新星の周辺には爆発で撒き散らされた物質が広がっています。こうした物質がやがて新しく誕生する星の材料となっていくと考えられています。超新星は星の最後であると同時に次の世代の星の始まりでもあるのです。I guess Supernova 1987A I think is still very special in my heart. It's, I feel very attached to it. I don't own it. I don't, have any claim to it. But for me, it's special because I've put so much of my life into it. We have a strong connection. The initial discovery was just the start of a hopefully a very long and prosperous relationship with the star. Because you are part. You are made out of star material. I mean, you, what you are made out of.Used to be in some star, or many stars, scattered around the universe, and it comes together, and some of it is in the rocks that you're standing on, some of it is in you, some of it is in the sun that gives you warmth. But all of this is connected. Now, obviously it's connected. It's just you have to be able to appreciate that connection. At least I think it's important that you appreciate the connection. There's so much more to life than just, you know, eating, sleeping, staying warm, you know.星は永遠に輝いていることはできません。いつかその美しい光を失います。死を迎えた星々は夜空のあちこちにひっそりとその身を横たえていました。1054年に爆発した超新星の残骸です。その形からカニ星雲と名付けられました。爆発で吹き飛ばされたガスが星の光を受け緑に輝いています。現在でも1秒間に1200キロの猛スピードで膨張を続けています。太陽と同じ程度の質量を持つ星は超新星爆発を起こさずにガスを周りに吹き出しながら徐々に死に至ります。吹き出されたガスがリング状に輝いています。吹き出されたガスの中心には燃えカスのようになった星が残されています。私たちの太陽が50億年後にたどる最後の姿です。死にゆく星々の世界、それは失った美しい光にも勝る多彩で華麗な光景でした。星には人間と同じく誕生から死に至るまでの一生があります。オリオン座には年老いた星や生まれたての星などさまざまな世代の星が同居しています。太陽の800倍の直径を持つ星ベテルギウス、星としての一生の最後に近づいた赤い巨星です。リゲル、高温で輝く壮年の星です。
オリオン座の三つ星の下、縦に小さく並ぶ小三つ星、その中央の星に望遠鏡は迫っていきます。オリオン大星雲、全天で一番盛んに星が生まれているところです。高温の水素が放つ赤い光、望遠鏡の倍率を上げると星雲の中心部ではさらに高温の酸素が緑の光を放ちます。望遠鏡の倍率を最高に上げました。オリオン大星雲の中心部です。美しく光り輝く星雲の背後にさらに多くのガスや塵が広がっています。この星雲の奥で新しい星々の産声が今上がっているのです。星が生まれる様子です。星雲のあちこちでガスや塵がそれ自身の重力によって収縮し、次第に高温になります。やがていくつもの新しい星が輝き始めます。オリオン大星雲の中で今も進んでいる星誕生のシナリオです。イータカリーナ星雲、南半球の夜空を飾る大星雲です。超新星など星の死によって撒き散らされた星屑が再び集まっては新しい星の誕生の舞台を用意しています。生の果てしない繰り返し、大星野を舞台に繰り広げられる輪廻の光景です。ラスカンパナスは南米アンデスの大自然に包まれています。天文台から一番近くの町に出るのに車で2時間以上もかかります。市街地や自動車の明かりはかすかな光を捉えようとする天文台にとって最大の敵です。都市生活の便利さと引き換えに私たちが失ってしまった夜の闇と静寂がラスカンパナスでは守られています。天文学者は何者にも妨げられることなく宇宙に向き合い、宇宙の神秘に思いを馳せることができるのです。
animals and the wind and the stars. That's it. It's you as an individual. You may not see another person for the whole night that you're working. There's no telephones, no television. It's very nice. It means that you focus your attention on the job at hand. Focus your attention on everything beyond the human being, everything that's beyond you. I don't want everybody to go through the life thinking that life is going to work at 9 o'clock in the morning, coming home at 5, eating supper, watching television, going to bed. I mean, life is so much more. You do it in the daytime. You go to parks, you go visit, you go traveling, you go as a tourist. You see the earth during the daytime. But you can travel so much further in the nighttime. You don't have to go anywhere. You just have to look up. And you can transport yourself billions of miles, well, billions of light years if you want. You know, just by looking up, you have access to a much, much greater reality. The universe is right there. All you have to do is look.宇宙の真実に迫る望遠鏡の命は反射鏡です。ラスカンパナス天文台では年に一度アメリカから専門の技術者を招いて口径 2.5 メートルの鏡の大掃除が行われます。特殊な洗剤を使って鏡の表面についた塵やホコリを慎重に洗い流します。鏡の面に手で触れたり擦ったりすることは決してありません。鏡の面の精度は常に1万分の5ミリ以下に保たれなければなりません。ほんの小さな傷も天体の像を歪めてしまう恐れがあるのです。日が暮れると天文台が動き始めます。夕日を浴びる100インチ望遠鏡のドームの外にこの時間決まって姿を現す天文学者がいました。マリオ・マテオさん30歳。観測を前に夕日を見ながら精神を集中するのだといいます。マテオさんが天文台に来て1週間、この日が最高の日没でした。沈む夕日の上の部分がちぎれて消え去る瞬間に一瞬緑色の光を発する現象が見えたのです。グリーンフラッシュです。太陽が空気の澄んだところでのみ見せてくれる一瞬の表情です。ラスカンパナスでもめったに起こらない珍しい現象です。マテオさんの1週間に及ぶ観測の最後の夜です。今回の観測の成否は締めくくりの今夜の結果にかかっています。マテオさんの一番の心配はいつになく高い湿度にありました。湿気が多いと反射鏡の表面に露が降り、露に含まれた塵やホコリが鏡を傷つけかねません。ラスカンパナス天文台では湿度が 75% 以上ある間、ドームの扉を開いてはならないと厳しく決められています。Dr. Matteo, you want to open the dome? Yes, I'd like to, but we have to wait. And if it's a bit too wet, we do have to wait. I can come back with the telescope. We only have one. But tonight is the last night.
Yes, well, I've had a good run, though. So, I mean, even if tonight got wiped out, it wouldn't be a disaster. しかし湿度は依然として 90% 以上。観測を始めることはできません。乾燥地帯にあるラスカンパナスでも、まれに高い湿度のために一晩中ドームを開けないことがあります。ひたすら待つだけの時が続きます。夜半過ぎ、湿度がようやく下がってきました。待ちに待った観測のスタートです。マテオさんがこの夜望遠鏡を向けたのは16万光年彼方にある天体大マゼラン雲でした。画面の左端に見えるのが天の川、右側に小さな雲のように見えるのが大マゼラン雲です。私たちの銀河系の隣に浮かぶ別の銀河です。16世紀に世界一周をしたマゼランが初めて記録に残した天体です。マテオさんの関心は大マゼラン雲の中にある小さな球状星団にありました。150億年前生まれた極めて古い天体です。宇宙の初期の様子を伝えていると言われます。In the case of old stars, they are inevitably always metal poor compared to stars that we see nowadays in general. It says right awayThat the past in the early age, early times of the universe, the chemical mix of elements was different than it is today. Something has happened over the entire history of the universe to cause the chemicals that were available at the beginning to evolve into what we see today. And miraculously, all that got together to form a planet, first of all, and then from that planet.Life evolved and eventually got to us, and presumably, hopefully, it will continue to evolve into something else in the future. But the point is, all that evolution finally led up to us being here, to be able to look back and study the universe, and how that evolution occurred.無数の星々から銀河はなり、無数の銀河から宇宙はできています。こうした銀河宇宙がどのように進化して現在に至ったのかは、現代天文学の最大の謎の一つです。天文学者はさまざまな銀河を調べることによってこの謎を追っています。アンドロメダ銀河、私たちの銀河系よりも一回り大きい銀河です。230万年前、人類の祖先が初めて二本足で立ち上がった頃に発した光が今地球に届いています。地球から880万光年離れた渦巻き銀河、私たちが今見ているのは地球に日本列島の原型が完成した頃の銀河の姿です。
ケンタウルス A。 1400万年前、地球上にマンモスが現れた時期に放たれた光が今銀河の姿を浮かび上がらせます。宇宙では遠くを見ることは過去を遡ることにほかなりません。遠くの銀河を調べることにより宇宙の進化の秘密に迫ることさえできるのです。宇宙の果てに宇宙の始まりが見える。ラスカンパナス天文台は究極の謎を追い続けています。ラスカンパナスとはスペイン語で鐘という意味です。地元の人によれば強風に吹かれた石がぶつかり合い鐘のような音をこの山々に響かせたからだと言います。鐘の音に聞こえますか？古代人はこんな印象的な音を聞きながら素晴らしい夜空を見つめたのでしょうか？星や惑星が演ずるドラマの意味に思いを巡らしたのでしょうか？この山のあちこちで岩に描かれた絵を見つけました。太陽、惑星、はっきりわからないものもあります。天文台ができる1000年も昔、すでに人々はここで驚異の念で夜空を眺めていたのです。宇宙への熱い思いは科学の進んだ今と同じだったに違いありません。ラスカンパナスに働く天文学者たちとの触れ合いは私にとって楽しいものでした。その中で最も感銘を受けたのは、小さな有限の存在である人間が無限の宇宙に懸命に取り組んでいる姿でした。しかし宇宙の真の姿を見るには大気の厚い層が邪魔になって、たとえ望遠鏡がいくら大型になっても困難が伴います。地球の大気の外に出なければなりません。そこでロケットが必要になります。見ることから行くことへ。かくして私たちは地上の観測者から宇宙の冒険者になるのです。宇宙に行くということが次第に現実のものになりつつあります。今年4月に打ち上げられたハッブル宇宙望遠鏡、
ラスカンパナス天文台とほぼ同じ 2.4 メートルの反射鏡で宇宙空間から直接天体を観測します。地球の大気に妨げられないため格段に鮮明な画像が得られます。宇宙空間に浮かぶ巨大な目、宇宙を見たいという欲求に宇宙へ行きたいという新たな衝動が結びつきました。アメリカ、日本などが共同で1995年に打ち上げる予定の宇宙ステーションフリーダム。人間がここに長期間滞在し、太陽系の有人探査の重要な基地になります。アメリカの国家宇宙委員会は21世紀の宇宙進出を次のように展望しています。西暦2000年、宇宙ハイウェイを実現、宇宙と地上との間の日常的な往復を可能にする。2005年、月面基地に最初の人間が居住し始める。2010年、火星への有人飛行を実現。2022年には火星に最初の基地が建設される。人類が宇宙に生きる時代、私たちはすでにその飛ば口に立っています。地球を離れ、太陽系を離れ、果てしない銀河宇宙に旅立つ宇宙船ヘリオス。それは宇宙時代を迎える私たち人間がいつの日かたどる遥かなる旅路です。ヘリオスは太陽系の果てで巨大な氷の大群に出会います。オールトの雲、未だ直接には発見されていないものの、数多くの彗星の観測結果から現代の天文学はその存在を予測しています。宇宙船の外での活動、ヘリオスの乗組員は宇宙という環境に直接向き合うことになります。人間にとって宇宙とは何か、乗組員のさまざまな体験が宇宙の現実を浮き彫りにします。太陽が吹き出す高いエネルギーの放射線が船外で活動する乗組員を襲います。放射線の危険性はヘリオスの乗組員にとっても深刻です。Captain, the particle flux from the proton flare is arising rapidly. I've been working out there for over 5 hours. Come aboard, I said. Hurry, Joe. Hurry, Joe. Run!宇宙船ヘリオスの旅は時には過酷な宇宙空間と人間たちとの葛藤の物語でもあります。現在宇宙を飛んでいる世界で唯一の有人宇宙ステーションミール、ソビエトが1986年に打ち上げたものです。地上およそ400キロの軌道を回っています。無重量状態や降り注ぐ宇宙放射線が
人間にどんな影響を与えるのか、人間はどこまで宇宙で生きていけるのか。この4年間、ミールには代わる代わる宇宙飛行士が滞在し、宇宙空間での健康状態が観察されてきました。血液中の白血球の減少、骨からのカルシウムの喪失などの異常が報告されています。人間は地球という生まれ育った環境を容易には離れることができません。宇宙への旅は現代の人間に残された最後の冒険かもしれません。宇宙船ヘリオスが遭遇した太陽からの放射線は現在の宇宙飛行でも最大の障害です。宇宙ステーションミールを監視するコントロールセンターのパネルには放射線量の多い軌道が赤い数字で表示されています。宇宙放射線対策室、ここ数年緊張が続いています。11年ぶりの活動のピークを迎えている太陽が宇宙ステーションの飛行士たちに危険をもたらす恐れがあるからです。太陽は活動が激しい時にはしばしば表面で爆発を起こし、その度に高いエネルギーを持った放射線を大量に放出します。それは宇宙ステーションの薄い壁を貫通し飛行士を直射する危険があります。もし飛行士が直接被爆すれば火傷や染色体異常、がんを引き起こすこともあると言われます。24時間体制で放射線を監視し、宇宙飛行士が許容限度以上被爆するのを避けるのが我々の任務です。しかしこの 1,2 年の宇宙飛行は放射線との戦いで最も困難なものと言えるでしょう。去年の後半など太陽表面で2ヶ月間に4回も大きな爆発が起きました。これによって宇宙ステーションの外側ばかりでなく船内の放射線量も増加しました。予定していた作業を急遽中断してステーションの中の安全な区域に避難することを宇宙飛行士に指示せざるを得ませんでした。飛行計画に狂いが生じたのは言うまでもありません。しかしもし避難させなかったら宇宙飛行士たちは通常の3倍という大量の放射線を浴びたはずです。宇宙飛行士の訓練が行われるモスクワ郊外星の町、明日のガガーリンを目指して多くの若者が志願してきます。宇宙飛行の危険性にもかかわらず冒険を夢見る若者たちにとって宇宙飛行士は依然として憧れの職業です。宇宙飛行士は長く厳しい訓練を積まなければなりません。訓練の中で最も厳しいのが水中訓練です。浮力のある水中を利用して無重量状態での船外活動に慣れようというものです。深さ10メートルのプールの底には実物大の宇宙ステーションの模型が置かれています。教官の出す課題を飛行士たちは決められた時間内に遂行しなければなりません。船外活動用の特殊な宇宙服を着用し、
潜りっぱなしの訓練が5時間近く続きます。この日の訓練で一人の宇宙飛行士は3キロも体重を減らしました。こうした訓練に耐え、選び抜かれた者だけが宇宙に行く資格を得ることができるのです。アロ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 V チャージ、アロアロ V チャージ、ヤポンスカヤラジオテレコルポラツィア NHK、 オーチンラードバスビーチェージ。宇宙ステーションミールに乗り組んでいる2人の宇宙飛行士に直接話を聞くことができました。宇宙飛行管制センターとミールとの交信用の無線を使ってのインタビューです。Как вы считаете, почему человек стремится проникнуть в космос? ソビエトが世界に誇る有人飛行の輝かしい歴史。1961年、世界で初めて有人宇宙飛行に成功したガガーリン。1時間48分間の飛行でした。それからおよそ30年、宇宙での滞在時間は1年間を超すまでになっています。ウラジミール・チトフさん、1年間の宇宙滞在を成し遂げた宇宙飛行士です。現在43歳、ソビエト空軍の大佐であり宇宙飛行士訓練センターの技術訓練部副部長を務めています。現役の宇宙飛行士であると同時に若い飛行士の指導者でもあります。1987年12月11日から翌年の12月11日まで1年間チトフさんは宇宙ステーションに滞在しました。これは従来の滞在記録を大幅に破るものでした。チトフさんは帰還後わずか2週間で日常の職務に復帰したといいます。この体力の回復の速さもまた関係者を驚かせるものでした。宇宙滞在のこの記録はギネスブックにも載せられました。365日22時間39分47秒。チトフさんの宇宙での長期滞在はソビエトが目指す火星への有人飛行の第一歩だと言われています。火星までの飛行時間は最低で1年間、チトフさんが宇宙に滞在した時間に相当します。1年間の宇宙滞在の成功はソビエトの宇宙飛行の関係者に大きな自信を与えました。しかし同時にそれは乗り越えがたい障害が存在することも浮き彫りにしました。人間の心の問題です。宇宙滞在がチトフさんの心にどのような影響をもたらしたのか。ソビエトでは飛行中のチトフさんが管制官と交わした会話を全て録音し、そこに現れる1年間の心理状態を分析していました。
あらかじめチトフさんの平常時の音声パターンを調べておき、飛行中の音声をそれと比較することによって具体的な心の動きをつかんでいたのです。ロシア語で書き込まれた言葉はラズドラジェーニ、興奮、苛立ちを表す言葉です。今のところはずっと上昇していますね。音声が断片的に、これはこの瞬間宇宙飛行士の心理的な緊張が高まっていることを示しています。チトフの1年間の飛行を分析してみると、逆に言葉の力が徐々に落ちていくのが分かります。しかもその中で突然急激に落ちる時期があるのです。それはちょうど4ヶ月目の頃です。それまでは言葉の力が比較的高い水準にあるのですが、この4ヶ月目を境に急に下降していきます。このような困難な宇宙飛行では当然かもしれませんが、この頃からチトフには相当の心理的な疲労が蓄積されていったと思われます。Вы знаете, у меня как-то был достаточно ровный настрой в течение всего полета. Хотя где-то месяца через три, когда подходил очередной праздник, и когда ты знал, что дома у тебя праздничный стол, собираются друзья, а мы находимся на орбите и не имеем такой возможности, конечно...становится немножко грустновато.宇宙に1年間滞在したチトフさんは、妻と2人の子供、そして母親との5人暮らしです。А Юра вот как раз подрастет. Да? Как ты насчет Марса? Ты же сказала, я тоже буду космонавтом. А помнишь, он прилетал, мы видели, как он садится? Конечно, а мы видели, как он взлетал. Ну, такие ассоциации возникают, когда корабль проходит где-то на территории Советского Союза, и когда при хорошей...В безоблачной погоде ты можешь различить, допустим, Москву. Взяв бинокль, ты видишь, допустим, Садовое кольцо. Один раз мне удалось найти звездный городок и даже различить свой дом. Ну, я надеюсь уже, что... Мне не хотелось, попросту говоря, мне бы не хотелось. В общем-то, этот год...Достаточно сложно нам всем дался. Но это если просто так. А если сложно объяснять, то эмоции вообще очень сложно передавать. Но мне бы не хотелось, чтобы он полетел. И, по-моему, так думает каждая жена в отряде космонавтов.宇宙は肉体ばかりでなく心にとっても過酷な空間でした。1年間に及ぶ宇宙滞在に耐え抜いたチトフさんは、自分自身の大きな変化に気づいたといいます。Можно сказать, что несколько изменилось взгляд на Землю, что когда ты ходишь по Земле, она кажется тебе огромной и большой, а когда ты взлетаешь в космос, оказываешься на орбите, то трансформируется такое мнение, и получается, что Земля-то на самом деле очень маленькая, что за полтора часа мы спокойно делаем виток вокруг Земли. В результате мироощущение, ну, изменяется в ту сторону, что где-то начинаешь
присматриваются к Земле как к нечто маленькому, беззащитному где-то. Учу, чикю, соште 自分自身の真実の姿を見たい。シトフさんは今4回目の宇宙飛行のための訓練に入っています。地球に生命が生まれて35億年、人類は今多くの困難を乗り越えて地球を離れようとしています。果てしない銀河宇宙に旅立つ宇宙船ヘリオスの乗組員たちも住み慣れた故郷地球に向け別れの言葉を送ります。 Goodbye to the realm of humanity, the green grassSunlight and blue skies. Farewell, Earth, the most lovely of all our family of planets. Yeah. To my colleagues, alas, this momentous journey will take us further in space and time than you could live.And so the wonderful knowledge we discover must belong to your successors. I ask all who share the spirit of flight to join us in their dreams on the great voyage aboard the good ship Helios. Sayonara.地球に別れを告げ太陽系を後にしたヘリオスの行く手には様々な神秘と脅威の現象が待ち受けています。宇宙の落とし穴、ブラックホール。ヘリオスは探査船を発進させ、ブラックホールの謎を探ります。銀河宇宙の謎に挑む壮大なオデッセイ。地球外生命 ET との交信は可能か。銀河を越えたところにあるものは何か。宇宙誕生の時に遡ると何が現れるのか。ヘリオスの果てしない旅が続きます。南米チリ、ラスカンパナス天文台の夜空に一筋の光が流れます。ソビエトの宇宙ステーションミールです。小さな人間が広大な銀河宇宙にかける無限の夢を乗せて今も二人の飛行士が飛び続けています。宇宙を飛んだことのある人間は世界でおよそ200人、その3分の1がソビエトの人々です。人間の体と心は現在のところ完全には宇宙に適応できません。にもかかわらず太陽からの放射線や心理的な孤独などの困難を克服して人間は宇宙へ行こうとしています。結局のところ人間は永遠に前に進み続ける生き物なのです。見るということも同じかもしれません。人間は望遠鏡を使ってより遠くの星を見ようとしてきました。人間のこの飽くなき2つの好奇心、行くことと見ること、この2つを結びつけるために私は想像上の宇宙船ヘリオスを作り上げたのです。
ヘリオスそれ自体はフィクションですが、人間の未来の可能性を象徴する宇宙船なのです。このヘリオスの航海を通して宇宙の謎を追い求めます。銀河宇宙を行くオデッセイ、宇宙船ヘリオスの船出です。宇宙誕生から200億年、私たちはどこから来てどこへ行くのか。銀河宇宙オデッセイは小さな生命が発する宇宙への大いなる問いかけです。と神秘が待ち受けています。どのように星々は生まれたのか、どこかに知的生命はいるのか、宇宙の美と調和は何を意味するのか。永遠の謎に挑む旅、宇宙の真実を見るための旅、銀河宇宙オデッセイの世界にどうぞ。果てしない宇宙へ、宇宙船ヘリオスが旅立ちます。最新の宇宙科学をもとに私の想像力が作り上げた宇宙船です。ヘリオスは私たちが宇宙に対して抱く見たいという欲求と行きたいという衝動を私たちに代わって叶えてくれる理想の宇宙船です。宇宙船に乗り組むのは女性艦長、天文学者、生物学者など6人の男女です。国籍も専門分野も異なるメンバーを選びました。直径200メートル、高熱や放射線を避けるため未来の宇宙船は表面積の少ない球形が理想だと言われます。完璧な磁気シールドによって守られたヘリオスは激しく活動する天体のただ中に迫ることができます。地球を出発したヘリオスは広大な銀河宇宙に起こる神秘と脅威に満ちた現象に次々と出会います。旅立ちに際し、太陽の凄まじいまでの素顔に接近するヘリオスです。ギリシャ神話の太陽神にちなんで名付けられたヘリオスにふさわしい最初の目標です。摂氏2万度、長さ3万キロにも及ぶ巨大な爆発するプロミネンスを乗組員は間近に目撃します。
well. Continue on course. Compensate. I don't want Healy spinning around. ヘリウスの旅は現代の天文学が明らかにした最先端の知識に基づいています。銀河宇宙オデッセイはヘリオスが遭遇するこうした宇宙の現象を軸に展開します。宇宙船ヘリオスの旅する宇宙は地上からどう見えるのか。ヘリオスが出会う宇宙の謎は科学によってどこまで、そしてどのように明らかにされているのか。私たちはヘリオスの生みの親ベンフォード博士とともに地球上で最も素晴らしい条件を持つ宇宙の観測現場を訪ねました。南米チリの首都サンティアゴから北へおよそ500キロ、目指すのはアンデス山中にあるラスカンパナス天文台です。そこにはヘリオスが体験する宇宙の神秘に挑んでいる地球の科学者たちがいます。アンデスの急勾配の坂道を登ります。標高は2000メートルを超えました。この辺りはハンドル操作を誤って谷底に転落した天文学者もいたという難所です。荒涼たる砂漠を抜け、アンデス山脈にあるラスカンパナス天文台にやってきました。どこまでも遮るもののない乾燥しきった風景に圧倒されました。どこか他の惑星にいるようです。さて、天文台というのは人間の精神と遥かな宇宙とが一体となるところです。私は皆さんにここラスカンパナスで活躍する天文学者の世界をご紹介しようと思います。天文学者たちはこの特別な地で心を躍らせながら新しい発見を求め、そして天文台のクンケル大長が望遠鏡の操作を自ら買って出てくれました。最初に100インチ望遠鏡が捉えた天体は16万光年彼方の毒蜘の形をした星雲でした。タランチュラ星雲です。初めて見る鮮明な映像に私は目を奪われてしまいました。100インチ望遠鏡と高感度高画質カメラという2つのテクノロジーの協力によって遥か彼方の星雲が直接ブラウン管にその色鮮やかな世界を表しました。これまでの天体撮影は長い時間をかけて露出を行い、甲板やフィルムを感光させるのがほとんど唯一の方法でした。この高感度カメラによって星々の瞬きや星雲の揺らめきなど宇宙の深い息遣いが初めて伝わってきました。
東京でよく晴れた夜に肉眼で見える星の数はおよそ120個。しかしここラスカンパナスで見ることのできる星の数はおよそ8000個。地球で最も美しい星空、ラスカンパナスの大星夜です。地球が属する太陽系の星々にまず望遠鏡を向けました。38万キロ彼方に浮かぶ地球の衛星月です。アポロ11号が着陸した静かの海、あの興奮から21年が経ちました。宵の明星金星、太陽の光によって三日月形に輝いています。濃い大気に包まれて、地表は摂氏470度にも達する灼熱の惑星です。太陽系最大の惑星木星、地球の1300倍の大きさです。衛星が表面に影を落とします。木星はアンモニアやメタンなどが渦巻く巨大なガス惑星です。木星のさらに外側にある惑星土星です。太陽系を代表する神秘的な光景、土星の輪。幅6万7千キロ、厚さはわずか150メートル。大部分は氷の粒からできています。ラスカンパナスの夜空を流れる大河、天の川。英語ではミルキーウェイ、中国では銀河と呼ばれます。肉眼で見るとぼんやりとした雲のように見えます。初めて望遠鏡を夜空に向けたガリレオは、天の川が細かい星の集まりであることを知りました。17世紀の初めのことです。望遠鏡で見た天の川、色とりどりで、さらに深い謎と出会っているのです。南米チリアンデス山脈には20基を超える望遠鏡が点在し、南半球最大の宇宙観測基地となっています。その一つラスカンパナス天文台は、アメリカの科学研究機関カーネギー研究所によって建設されました。
高さおよそ15メートル、最も大きいドームの中にラスカンパナス天文台を代表する大型望遠鏡が据えられています。口径2メートル54センチ、100インチの反射鏡を持つ世界有数の大望遠鏡です。観測を前にした反射鏡の入念な調整です。 See, now we must move it. We must move this ring from here to here. So we must move about 5 millimeters.遠い宇宙から届くかすかな光を捉えるためには大きな口径の望遠鏡が必要です。しかも100トン近い重さになる大望遠鏡を高い精度で操作できなければなりません。大きな口径と高い精度、この2つを兼ね備えた100インチ望遠鏡は新しい銀河や惑星を持つ星の発見など現代天文学の最先端を切り開いてきました。ラスカンパナス天文台には世界中の天文学者から年間100件以上の観測の申し込みが寄せられます。数多くの提案の中から選ばれたものだけが天文台に入り観測を行うことができます。観測の科学的意味、緊急性など天文台の厳しい審査を通った人たちです。1回の観測日数は平均1週間、天文台に寝泊まりしながら観測を続けます。宇宙の彼方にある謎の天体クエーサーを1週間追い続けた天文学者が山を下ります。毎晩望遠鏡を動かしてくれたエンジニアが彼女を見送ります。車の中には1週間分の観測データを記録した貴重な磁気テープが入っています。世界中の天文学者にとってラスカンパナスは憧れの天文台です。クレナズムアンデスの上に現れた一番星、宵の明星金星です。地球のすぐ内側を回る最も近い惑星です。この日は山の端に彗星も現れました。太陽に一番近い軌道を回る彗星は太陽の強烈な光に妨げられなかなか肉眼で見ることはできません。空気の澄んだラスカンパナスならではの光景です。NHK は今回特別に2週間にわたって大型望遠鏡を使用する許可を得ることができました。口径 2.5 メートルもの大望遠鏡にカラーのテレビカメラを取り付けるのは世界でも初めての試みです。ラスカンパナスの世界一の夜空を捉えるために NHK は従来の100倍の感度を持つ高画質のカメラを開発しました。
今までにない宇宙の鮮明な映像を得ることができます。私は星々がその美しい輝きを増すのを待ちました。鳥の星が現れます。青白い星は温度の高い若い星、赤い星は温度の低い年老いた星です。私たちの太陽もこの天の川に浮かぶ2000億の星々の一つです。天の川は銀河系と呼ばれる星々の渦を真横に見た姿です。天の川の中でひときわ星々が密集し川幅が広くなっているところ、この方向に銀河系の中心があります。神秘に満ちた星々が数多く存在するところです。地球は南半球を銀河系中心に向けて自転しています。このため銀河系中心は南半球から最もよく見ることができます。ラスカンパナスの夜空には現代の天文学にとって極めて重要な天体が天の川に沿って広がっています。ラスカンパナス天文台の大望遠鏡が天の川に浮かぶ星々の変化に富んだ世界を捉えました。星はスバルと枕草子に歌われたプレアデス星団。その美しさから七人の王女が天に昇った姿に例えられます。しかしこの青白い星々は実際には太陽の数倍の質量を持ち数百倍の明るさで輝く凄まじい天体です。肉眼では一つの点にしか見えない星影が望遠鏡の倍率を上げていくと華やかな星団に変わっていきます。プレセペ、その淡い姿から中国では天に昇った霊魂が宿るところと信じられてきました。このように群れをなしている星々も秒速数十キロもの速度で互いに遠ざかっています。やがては離れ離れになってしまうのです。南半球の夜空を代表する南十字星、南十字の傍らにも小さな星々が息を潜めていました。30個ほどの星からなる星団です。
色とりどりの宝石をまき散らしたような美しさが観測者を魅了してきました。宝石箱と呼ばれる星団です。マリモのように星々が球場に集まっている星団を捉えました。オメガ星団です。200万もの星々が密集しています。このような星の群れがどうして生まれたのか今も謎とされています。人々を引きつけてやまない謎と神秘の物語が小さな星の一つ一つに秘められています。夜が明けるとアンデスの峰々は壮大な雲海に包まれていました。しかし標高2282メートルラスカンパナス天文台は雲の上にあります。宇宙誕生から200億年、その果てしない歩みの中で宇宙は地球という惑星を生み生命を育みました。長い進化の歴史を経て現れた人間は今自らを作り出した銀河宇宙に問いかけます。私たちはどこから来てどこへ行くのか。直径13,000km、50億の人類が住む地球は太陽の周りを回る9個の惑星の一つに過ぎません。
太陽もまた銀河系の中心を回る2000億個の星々の一つに過ぎません。そして銀河系すら広大な宇宙に散らばる無数の銀河の一つに過ぎません。小さな惑星の上に生まれた生命が発する宇宙への大いなる問い、私たちはどこから来てどこへ行くのか。アメリカ西海岸にあるカリフォルニア大学、銀河宇宙オデッセイの物語は一人の男が温めてきた夢から生まれました。誰もが心の奥に持っている永遠の夢。 This planet somehow brought forth a being with two arms. この惑星は2本の手2本の足、そして好奇心という素晴らしい特徴を備えた存在を生み出しました。人間です。この人間の好奇心を最も刺激するもの、それが宇宙です。私がカリフォルニア大学で天体物理学を教え、宇宙を舞台に SF 小説を書いているのも宇宙への好奇心のためです。私は宇宙を理解するには科学と想像力の両方が必要だと思います。その手立てとして人間は宇宙を見つめ、今や宇宙へ行こうとまでしています。私も少年の頃から天の川を見上げてはそこに行きたいと強く憧れたものです。今こそギリシャの叙事詩ホーマーのオデッセイのように銀河宇宙を行く旅に出ようではありませんか。銀河宇宙オデッセイ、そこには大いなる宇宙の謎